何百年もの時を超え、高一の家にやってきた小さな訪問者。名前はクー。一人ぼっちのクーを助けるため一緒に暮らし始めた高一一家。スモケクー、うわっ、これ見てくれ。カッパに出会う旅、ダメに決まってるでしょ。クーと二人で旅行なんて。イエーイイエーイ。しかしある日突然、クーの存在が知られる時がやってきてしまう。父ちゃんの腕だよ。クー、本当なの？わかるんだからしょうがねえよ。ずっと君が君らしくなれる。人間の世界に迷い込んだカッパのクーと少年高一が送る感動の物語。君が苦しい時に俺を見つけたのがおめえたちでよかった。ずっと前から決まってたに違いねえよ。クー、カッパのクーと夏休み。父ちゃん、俺人間の友達ができたよ。